猿駅は台湾に来たし、随香る区にある台湾鉄路管理局議覧線の駅。三島駅であり、区間車と一部の巨港号、平京線の全旅客列車が停車する。本駅の台湾語放送は猿の古名である、カーウタンの発音に従っている。2014年3月22日までは大鉄で数、少ない貢献の切符を販売している駅であった。駅に隣接して、 随産工業講師の先端上があり、かつては周辺の炭鉱からの石炭の積み出しで賑わったが、炭鉱閉山後は廃墟となっている。しかし近年では、先端上の観光地下や猿、猫村により利用者が急増している。台湾鉄路管理局議覧船、随薫駅猿駅3.0駅。台湾鉄道の旅完全ガイドイカロス。 出版 ISBN 九百七十八から四から八六三二ゼロゼロ二六五 p 百三十一リタダシ。こう、貢献発売終了決定で、休券大放出。自由時報。http コロンスラッシュスラッシュ www.libertytes.com。テイラー・ワッツ2014ニューマール6 today 台北旧 QHTM2014 年3月6日閲覧。鉄道省。鉄道停車場一覧。昭和12年10月1日現在。国立国会図書館。P521HTTPS コロンスラッシュスラッシュデシリトル .ndl.go.jp スラッシュインフォ。n d l j p ピド1 2 0 7 5 5 4 高架者公表定中休表大真相自由時報。https コロンスラッシュスラッシュニュース .ltn.com。テイラー・ワッツ、ニュース、ローカル、ペーパー、75万9776。台湾省行政長官公所交通所鉄事。管理委員会。台湾鉄事業務統計要欄民国35年度。台湾省行政長官公所交通所鉄事。 管理委員会。p ページ 28https コロンスラッシュスラッシュ t m n g l e d u t a y l o r w a t s スラッシュアーティクル ?u=007001000408093102 イコ年に北市交通統計年報、に北市政府交通局。2019年6月30日閲覧。103年法拡短客観機質量。 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧、台湾鉄次管理局104連邦拡散下運期喫量、2016年7月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧、台湾鉄次管理局105連邦拡散下運期喫量、 2017年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年6月4日閲覧台湾鉄次管理局106年報拡単客運気質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック台湾鉄次管理局2019年5月5日閲覧107年報拡単客運気、質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック 台湾鉄路管理局。2019年5月25日閲覧。108年報拡端客観機、質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック。台湾鉄路管理局。2020年5月13日閲覧。台湾鉄路管理局。ありがとうございます。